風化させないようにと言いますか、うん、ここからいろいろ発信できれば。フカヒレの産地として有名な宮城県気仙沼市。震災から3年経った今も、未だ多くの爪痕が残っています。その気仙沼市で、震災からようやく復旧し、営業を再開した博物館があります。気仙沼シャークミュージアム。昨年から本格的な復旧工事が進められ、2014年4月、リニューアルオープンを果たしました。そうですね、ようやくスタートラインに立ったのかなっていう、とりあえずはまずは一段落といいますか、気仙沼シャークミュージアムは1997年国内唯一のサメの博物館としてオープン。館内はサメの不思議な生態を貴重な資料や映像で紹介。最新技術、プロジェクションマッピングなどを取り入れた見て、体感して、楽しめる内容となっています。そして、今回のリニューアルで新たに設けられたのが、震災の記憶を伝える2つのコーナー。震災にあってから現在までの気仙沼の様子だったり、気仙沼の情報をここからいろいろ発信できればいいな。訪れた人は当時の被害の状況や歩んできた道のり、また未来へ向けたメッセージを映像や写真で知ることができます。水産業に携わる方々のことも知ってもらいたいですし、気仙沼といえばもうサメで有名なので、そのサメに関してはもうどこにも負けないような展示、いつでもそういう施設であり続けたいなというふうには思っております。大震災を経験したからこそ伝えられるものがある。気仙沼シャークミュージアムはここから新たなスタートを切りました。